オーストラリア東海岸のニューサウスウェールズ州にある大学でウーロンゴン市を主要キャンパスとしてニューサウスウェールズ州の複数の場所にキャンパスを持つ公立大学である。学部はオーストラリア国内で高い評価を受ける教育学部をはじめ IT、小学、法律、経済、芸術、工学、そして海洋学などがある。また、 新しく医学部が創設され、医学とスポーツ科学の分野にも力を入れている。ユーオは、1951年に、ニューサウスウェールズ工科大学が分校を、ウーロンゴンに設立されたのが、後の発展の基盤となり、1961年に、ウーロンゴンカレッジと、解消、1975年には、学校法人として、本校ニューサウスウェールズ大学から独立した。 1993年には、ドバイにも進出して、その後も国際色を強めている。2000年以降の UO は、ニューサウスウェールズ州の他の大学の発展が、成熟しきった事情もあって、政府からの高額な援助を受け、年々新しい施設を建築している。2008年には、図書館の改築が完了した。前述の通り、2020年の QS。 世界大学ランキングにおいて212位に位置づけられており、ザ・タイムズ・ハイヤー・エデュケーションの世界大学ランキングにおいても201から250位バンドに位置づけられている。2019年の学部別ランキングでは、ミネラルマイニング部門では17位、ロー部門では78位、エンジニアリングテクノロジー部門では91位となった。 2019年にはゴスターの大学として位置づけられた。また、ザ・タイムズ・ハイ・アー・エデュケーション・ユニバーシティ・インパクト・ランキングスでは2019年に13位となった。この世界ランキングは、大学が、社会や経済に与える影響を評価した世界で、唯一のものである。ウーロンゴン大学は、歴史が浅く若い大学ながら、急成長を遂げており、 世界に影響を与えている大学である。ありがとうございます。